はい、皆様どうも、マフロです。それでは戦国無双4、中国の章ですね、続きやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、難しいでいきます。姫路城をめぐる戦は前哨戦に過ぎなかった。毛利と織田の戦いは長期戦の様相を呈する。羽柴秀吉は毛利の支配下にあった光月城を落とすと、毛利に滅ぼされた尼子家の尼子勝久を入城させる。信長包囲網の頼みの綱武田は長篠で織田に大敗。越後の軍神上杉謙信もすでにこの世にいない。このままでは信長の圧力を一手に引き受ける。この毛利家の危機を元就の策略が救う。暴臣が紡ぎ出した光月城を奪い返す策、それは秀吉や両兵衛すらも驚愕させるものだった。中国の将光月城の戦い。半兵衛、具合は悪そうじゃな。無理はいかん。今回の戦には出んで。大丈夫だよ秀吉様。それに俺死ぬなら先陣で死にたいし。半兵衛、失礼いたします。秀吉様、一大事です。毛利元就の調略で後輩の三木城が裏切りました。何？合わせて信長様よりご命令です。光月城救援は中止、急ぎ撤退せよとのこと。光月城の味方を見殺しにせえと？撤退しなきゃ。秀吉様、このままじゃ危ないよ。それに信長の命令でしょ。できん。信長様のやり方は信長様のやり方じゃ。わしには別のやり方があるはずじゃ。秀吉様に仕えてよかったよ。半兵衛、そんな体でどこへ。秀吉様の気持ちを察して光月城救援の策を立て直してる官兵衛殿のとこ。俺も軍師だしね。はい、ではやっていきます。いい人、隠居っぽいね。相変わらずこの二人しかいない。三木城を反乱させ秀吉の後ろを抑えた。私が信長公なら光月城を捨て即時退却を命じるけど。それはありません。秀吉も、そして秀吉の軍師も光月城を見捨てません。戦場で敵と出会い君はそう感じたと。いずれにせよここで秀吉の部隊を完全に叩かないと織田軍が巻き返してくるのは時間の問題。毛利家が生き残れるかはこの戦の戦果にかかってる。行こうか高影。はい、このまま行きます。
光月城主は天子勝久、毛利への恨みは深い。劣勢でも必死で向かってくるはず。油断は禁物ということですか。ならば周囲の取り立てで確実に落としていくべきだ。ならば戦意旺盛な相手に力強いなんです。まずは砦を守る将をおびき出してみましょう。こっちにもいるのか。じゃあ向かってもらおうか。そうだね、やろう。あ、倒すなのか。そうくんな、甘いよ。あっちをやれ。あれ、こっちも倒すな。尋常に勝負いたせ。おびき寄せって言ってたな。あれ、来ねえ。来い。この戦果、次の一手に繋げなければ。入んなよ。あ、俺が突っ飛ばしたんだけど。こっち来い。ここで一手。ここまではうまくいきましたね。ここで一手で一手。ん？親に楽させてくれる孝行息子だ。こっち来い。これぞ本領。一気にやっちゃおう。お見せしましょう。いかがでしたか。これは見事なお手な。じゃあ考えて。こっちのおびき寄せ。元春兄上はこの砦の守備をお願いします。奥の手だ。やばいやばい。あ、戻ってた。この野郎戻んなや。はい、こっち来い。敵将撃ち取ったよ。奥の手だ。やるしかないか。この線が次の一手に繋げなきゃ。オッケーだな。さすがですね。エケ、この砦の守備は任せたよ。開門。この近くに敵の兵糧庫があるはずだ。みんな、次は兵糧庫を奪うぞ。ほいほい、どこだ、兵糧庫は。まさか、兵糧庫が狙われているぞ。みんなのもの、撃って出よう。開門。とりあえず、旗持ちを。誘いに乗ってくれたようですね。ほいほい、兵糧庫はでも下取りで落とせば半ば勝ったようなもの。一気火星に攻め立てましょう。奥の手だ。
拝見しました。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。じゃあ兵糧庫行こうか。僕の手だ。父上の鮮やかなお手並み拝見しました。あそこから良いな。ちょっと出っ張ったところ。いよいよ次は光月城だね。テルモト、お前はここを守っていて。ここじゃないのか。敗北条件変更。筆に持ち帰る日も近くなったかな。もうボス行っていいのかな。なんかえらい簡単じゃない。すごいやりやすい。アマゴ勢はまだ耐えているようだな。南砦、いただき。ここまでは俺たちの作戦通りだね。あら、後ろ取られた。あれは、勘弁、勘弁。光月城を救うために戻ってきたのですか。ここで行って。俺より猛犬を逆包囲する。世を乱す最大の火種を消し潰すのだ。策を立てているのは神。敵援軍を退けるには彼を倒さない。勝利条件変更。なんかいっぱい出てきたな。俺たちは西取りで落としゃいいんだよな。しゃあロマサ食えんじゃねえぞ。騒ぐなバカ。軍師殿の策が敵に進む気だ。騒ぐなバカ。すげえ。そうだよな、簡単すぎると思ったよ。どうしようかな。じゃあ向かってこっちの元隣の方が濃かったんだよな、レベルは。はい、わかりました。あー、雑魚と遊んでる場合じゃない。お見事にございますな。僕の手だ。あー、急げ。お、急がなきゃダメか。敵将、はい、撃ち取ったよ。トゲットになったら俺も行こうか。うまくいったな。浅間で勢いに乗じて毛利兵を買ってやろう。しゃあ男福島立ち込みかけるぜ。そうそう、こっちがヤバそうだな。そしてから行く。父上の鮮やかなお手並み拝見しました。こっちがやられたら何もだな。僕の手だ。父上の鮮やかなお手並み拝見しました。結構強いな。敵将撃ち取ったよ。敵将撃ち取ったよ。はい、勝負。
ここで一手でいい。シャラー、マジで気合い入れてくぜ。これぞ本領、本領お見せしましょう。本部島さん、スローエンブでお世話になってます。悪を畳みかけるってはずだ。いかがでしたか。あれ、そろそろ頃合いかも。ごめん、トシエさん、すぐに出られる。ああ、じゃ、行くぜ。旗持ち倒しに行こう。何か妙ですか。ハンデーならもっと効果的に策を打てたはずですが。随分ハンデーを買っているんだね。だが彼こそが敵の弱点かもしれないよ。包囲は不完全なままか。本部、まさか。急に5つ目の兵を出せ。半兵衛の加勢に向かわせるのだ。千葉軍の足並みが乱れている。かくなる上は打って出るよりあるまい。開門、奥の手だ。お、開門したか。光月城が開門。よし、開門したなら行け。はい、わかりました。どうしただ。わずかな乱れに動揺するとは愚かな。このままでは我らまで窮地に陥る。アマゴの救援は諦めるべきだ。兵は秀吉様のもとへ急ぎ、本体を交代させる。我らも兵をまとめ次第後を追う。奥の手だ。ごめん、勘兵衛殿、しんがりは俺がやるから。秀吉様は頼んでいい。その体でしんがりが務まるとは思えぬな。後の始末は私がやる。兵は先に戻る。敵は完全に浮き足だったね。ここで弱点をつけば勝機をつかめそうだ。はい。しかし、ハンドはどうしたのか。ハイモン、奥の手だ。秀吉様の元へ急ぐぞ。よし。で、次はどこ行けばいいんだ。ごめん、カンベ殿、足引っ張っちゃって。もう良い、とにかく逃げ延びよう。そうそう、逃げてくださいな。開門、開門。ここで一手でいい。うるはなんだか。さすがですね。お相手いたす。ここで一手でいい。矢を手に持ち帰る日も近くなったかな。ここで一手でいい。救援要請したい。ここまではうまくいきましたね。ちょっと本陣がヤバそうだ。戻ろう。撤退する。雨水への救援のだ。秀吉のために。危なそうな人が来てるじゃないですか。そう簡単にやられてたまるか。よ、みんなでボロクソにやってるの。さすがに敵に突っ込んでくるでしょう、トシエさん。
く行きました。よし、こんなもんかね。強いね。僕の手だ。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。よし、という強さよ。もうあとはボスだね。よし、黒い軍師だな。この一戦あまりうまくいってないようだね。黒い仮にうまくいっていない事象があっても修正可能な範囲は詐欺にすぎ、強がりだとは分かっているけど君が言うと説得力があるよ。敵将討ち取ったよ。相当千人斬り達成してパワーアップして余裕だった。あなたならわかるはず。信長のやり方で天下は収まらない。信長の天下など見てはいない。見ているのはその先。その先、乱に備えられよ。簡単に逃がす。せめて捕らえようよ。あら、こんなミッションあったんだ。あら、レベル差ついてるね。もうすぐだ。もうすぐ待ちに待った秀吉様の世が来る。信長の世が終わると、死ぬ前にさ、見えることってあるだろう。半兵衛、秀吉様とみんなが笑って暮らせるよう気づきたかったな。寂しくなるね、官兵衛殿。でも君を分かってくれる人はきっと。はい、それじゃあクリアできました、今回はここで切っておきます。次回が最終ですね。中国の章終わりになります。次回もよろしくお願いします。それではさようなら。